スワローズの、じゃあ、今年首位を走っている、まあ、よ、はい、もちろん村上選手の。そうですね、大きいですけど、そ,ねはい、それ以外に、やっぱり、この選手の存在は大きいなと思うのは、誰ですか、うん。青木選手、石川選手ですね。そのベテラン二人が、やっぱり、いないと、始まんないですよ。はあ、一番トップ、の、ベテランを走っている、青木選手が、自分が打てないからって言って、坊主にして、元気出して。 チームの中心にいるわけじゃないですか。まあないっすよ、そんな、そんなチームの、こう、チームリーダーがいるチームがないですからね。はい、石川選手のどういうところですかやっぱり、チーム力ですよね。あの石川さんが投げるときに、内山君が、こう内山選手がキャッチャーしたりとか、あとは中村選手が不在までの間は、まあ、もちろん島選手と一緒になって、いろんな選手にいろんなアドバイスをしてると思うんですよ。であの 僕は本当に真のリーダーはその2人だと思ってるんですよ。今まで、えー、歴代に本当にリーダーと言われた方ももしかしたらあのたくさんすばら,らしいいつでいらっしゃるかもしれないですけど、僕は石川さん、青木くん、三輪くんなんですよ、僕の中では。その3人なんですよ、僕の本当のチームリーダーっていうのは。その僕の中で、そのチームリーダーの,そのなんてなんてんですかね、この基準みたいなのがあって、その定義があって、で 誰とでも本当に分け隔てなく、えー、接することができて、常にチームの中心、チームの話題を、えー、その人中心に回っていると思うとで、年下から年上から、本当に分け隔てなく接することができる選手、リーダーというのはその3人なんじゃないかなと思うんですよね。若い選手から意見を求められても、えー、全部自分のなんていうんですか技術とかも全部さらけ出す。その代わり 自分が迷ったときは、年下でも、年上でも、コーチでも、いろんな方に、時にはスタッフにも聞きに行くっていうような、そのスタンスが、その3人にはあるんですよね。あのトップの選手が、チームリーダーが、やっぱり慕われてないと、結束力って出ないと思うんですよね。だから選手の中で、そういった選手が、本当の意味で中心になっているチームが強いですよね。